すごい。すごいな、ちゃん。すごくない？初めて見たと思う。では、一般人のとっておきタイムの時間になりますので、ちょっと簡単に説明をしながら、おやつを上げていきたいと思います。で今ね、チンパンジーたちみんな続々と寄ってきてくれましたが、この中には全部で、8頭のチンパンジーがね、います。8頭みんな来てますかね。みんな来てないかと。で今あげているのはおやつなんですけども、これは園内の草食動物にあげているような。うん、この群れにはオスが2頭いまして、でそれ以外の子はみんなメスになりますが、でちょうど見えますかね、ここにいる体の大きなこの子がオスなんですけども、この子がこの群れのリーダーのオスで、カズヤと言いますね。いっぱいだね。今なんとなく餌をあげてるように見えるかと思うんですが、結構ね、あげる順番を気をつけないので心配みたいに怒られてしまうんです。やっぱりこうリーダーの和也君を優先的に餌をあげないと、まあ、リーダーとしての面子もねありますので、まあ、上位の子なんですけども、たまえと言いますが、まあ、やっぱりメスも同じで、上位の子には優先的にこうやってあげるようにしてますね。チンパンジー全身が真っ黒でね、なかなか見分けがつけにくいかと思う。めっちゃ食べるの の群れのリーダーの場合ですね、喧嘩が強いだけでちょっと止まらなくて、群れのみんなに認めてもらわなきゃいけないんですけど、まあ、大体その群れの中で起こった喧嘩をこうリーダーが仲裁するんですけどもね、仲裁するときに、チンパンジーの、この子できるんですか？ね、実はチンパンジーの群れの中ではちょっと意地悪な子でしたね。貝の子をちょっといじめたりするとか。いじめた？いじめた？どっちだろう？まだありますか？面白い。カズヤはある程度持っていったんで、おそらくあ、もう、もう満足してくれるんじゃないかなと思いますが、来たカズヤ君来ましたね。カズヤ君来ちゃいました、ね、はい、カズヤ君来ちゃった、来ちゃった来た時はカズヤ優先的にあります。そうなんだ、はい、カズヤもう大変だね、ありがとうございます。やっぱディスプレイとかしますよね。俺は全然だと思って。あ、これそうですね。ディスプレイもやりますね。なんかこれやりそうですもん。俺は全然だと思って。結構群れの中が喧嘩とかで荒れた時にディスプレイをして、みんな静まれっていう感じでやりますので。見てきた。ね、来たね。まだ食べたい。よかったね、ご飯タイム見えて、うん、なんか、うん、嫌いです。
カズヤとマキちゃん。ないんだよ。おしまいだよ。おしまいおしまい。もうなくなっちゃった。おしまいおしまい。この辺でポーチしかないよ。確かに。